mentos, 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 mentos。巨大メントスみこしが登場いたします。このおみこし、新感覚のゲームになっております。会場で出会った8人が協力し、おみこしを上下させることでゲームを進行します。ではですね、若干こう浮いてるんですけどちょっとだけさせていただいてすいません、ごめんなさい、旧型の昭和の人間なんでメントス、お早い早い早い、メントス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 、今セッターが進んで、やばいやばい、おっとっとっと、避けろ避けろ、避けろ避けろ、ジャンプを骨折して、こんなに汗だくやのにお客さん4人しか見てませんでした、向こうで。いやー、これはいいですね、女子に協力する時の本気が出るかもしれません。ただ届くのかなっていうね、それの確かに心配はございますね。浜口さんに勝ったるぞスタートー、頑張れ、大森さんが届いていない、頑張って、空中に上げてたで、はい、頑張ってあげてくださいあー、そうそう、掛け声がいいですね最初盛り上がりますね、いきなり届いてなかった、いきなりね、届いてなかったです結果ということで、浜口さんが90本、はい、そして大原さんは80本の結果、浜口さんチームの勝利ですおめでとうございます、はい、ほんまに90本こうやってもらえるわけですね、ほんまに入っております、最大100本、最大100本でございます。これを知らない人たちもこれを分け合ってねということで、そうかそうか、はい、1人で分け合うんや、セントス90本って結構重いですね重いですか、ずっしりきますね、はい、なるほど、結婚しては初めての夏ですよ、そうですね、お付き合いしてからはずっとありましたけど、はい、夫婦になってからは、いや、旅行の計画も、するとかって言うんですけど、なかなかこう休みがうまく合わないというか、難しいですよ。もともともずっと一緒には住んでたんで、はい、生活的にはそんなに変わらないんですけど、やっぱり周りが変わった印象はあります。今までってこう見たカップルを見たみたいな、街行く人がそういう印象とか、よく行くお店もそっとしておいてくれるみたいな感じだったんですけど、夫婦になってからはすごいこう、おめでとうございますって声かけられたりとか、はい、よく行くお店もなんかプレゼントくれたりとか、はい、周りにこう認められてる感もすごくありますね。いや、欲しいですね。まあ人数はまだ決まってもないですけど、はい、やっぱ一人は確実に欲しいです。